1月15日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になる話題じゃないんですけど、はい、今日月曜日ですよね。先週末から今週の頭、まあ、今日にかけて、はい、へーと思ったことが一つあったんですが、私はへーと思いましたが、多くの人にとっては全くへーじゃないので、まああえて言うほどのことでもないかなと思って、どうしても聞きたいですか。まあ、一応辛坊さんの発見は聞いてみたいなと。この番組で、実はお伝えをしたのでございますが、はい、池袋に東急ハンズというのがございました。いい、サンシャイン通りというですね、池袋の、西部のあるはず、あの不思議な不思議な池袋、東が西部で西東部、そうそうそう、ね、東側の東口にある西武百貨店の前の道を斜めに行くと、これサンシャイン通りって言ってですね、よくご存知ですか。知ってますよ。池袋もしかして得意分野。昔はね、行きましたよ、よく。出やすい場所でしたからね。池袋 ね。そうですね。埼玉県民、東武東上線、西武池袋線界隈にお住まいの皆さんが、東京に出ていくとなると、その玄関口になるのが池袋と。ね、そういうことでございますが、その西武の東口の、まあ、ロータリーっていうかですね、東口出たところに、バーンとこの建物に沿って大きな道があって、そこに直角の形でバーンと道があって、はい、それから斜めの方向に一本道がピューッとあって、このピューッという道がサンシャイン通りで、このサンシャイン通りをずっと行くと右手にサンシャイン60という、もうできた当時は大人気というかですね、他に高層ビルってそんなになかったよね。それで言ったらこの間衝撃の事実で、あの有楽町駅前の貿易センタービルはなくなっているという。そう、下囲いができてるから気がつかなかったんですけども、ある日で、昔貿易センタービルと、それからそれより先にできた日本の高層建築って、日本の高層建築って代表的なものはまず霞ヶ関ビルっていうのがあったんですね。霞ヶ関ビルの次に有名な高層建築は貿易センタービルだったんですよ、はい、浜松町の駅前ですね、うん、で貿易センタービルというのが、まあ、霞ヶ関ビルよりも高くなって、何か例えにするときには、いや貿易センタービル何杯分のビール飲んだとかね、年間に、結構物事の例えに使われていて、で貿易センタービルって、あの、まあ、外から見て真四角なんで、うん、霞ヶ関ビルって今でもありますかね、なんか平ったいんですね、割と。あ、そうでした。だから貿易センタービルの方が四角くてドーンと立ってますから、うん、なんかの例えにするのに例えやすかったんですよ。分かりやすいね。ところが下なんか今囲いができてるんで、はい、でモノレール乗ろうと思って、その囲いの間をすり抜けていくんで気がつかなかったんですが、ある日ふっと見上げたら、あれない、貿易センタービルがない。そう、これは驚きましたね。今頃気づいたんですか。でサンシャイン60は、はい、知ってますか。何ですか。まだ立ってます。立てますよ、サンシャインは。ところが私、サンシャイン60に行くよう、あそこ下に水族館なんかあったりなんかして、はい、うん、この間もこの番組でご紹介しましたよね、まあ今でもあの行く人多いんですが、イベントなんかもやって、先週っていうか3日も2日前の土曜日に、このサンシャイン通りを歩いたら、すごい人、はい、もう驚いた。そうなんですか。最近すごい人と思うと、私の通勤途上にあるあの、はい、築地の場外あたりで外国人の観光客すごい数って思うんですけど、それ以上、これ日本人の若者中心に、なんで日本人の若者がこのサンシャイン通りを歩いてんだろうとよくわかんないんですけど、どうやらアニメ関係のイベントがサンシャインであると、その要するにファン層の年代の人があの池袋のサンシャイン通り埋め尽くして、うわすごい数の人が歩いてると思って、で私あの池袋サンシャイン通りというとですね、結構定期的に訪れておりました。なぜかというと、あのサンシャインに至るちょっと手前のところに東急ハンズがあって、私はこの東急ハンズが好きでね、うんうん、ここの東急ハンズしょっちゅう行ってたんですが、まあ去年か一昨年か忘れましたけど、この番組の中でついに池袋の東急ハンズがなくなったという話を、はい、
お伝えいたしまして、うん、その直前に私やっぱり行ってるんですけども、うん、今回ちょっとそのあたりでちょっと懐かしいなと思いながら、サンシャイン通りか、若い人でいっぱいだなと思いながら、うん、そういえばあの東急ハンズなくなったっていうニュースはあったけど、あと何になったかって聞いたことないなと思いながら歩いていたら、知ってます？池袋の東急ハンズの後何になってるか。知らない知らない。これ別に言っても問題ないですよね。実際あったものなんですよね。あったもんです、うん、ニトリになってました。あまりにも、あまりにも当たり前の解決方法でびっくりしたんです。だから多分東急ハンズがなくなったと知らずにですね、いつものように東急ハンズで買い物しようと思ってフラフラっと行った人が、あ、東急ハンズないニトリになってると思っても、まあいいやニトリで行ってみるか、もしかしたら同じようなもんがあるかもしれないしと、まあ、かぶってる部分はね、うん、よくできてんなこれと思ってですね、まあそのあたりで先週土曜日に我が高校じゃなくて中学校の時の宴会があったんですが、そうなんですか、はい、まあ、定期的に年に2回ぐらいやってずいぶん頻繁に集まりますね、はい、うちの中学校公立中学なもんですから、はいはい、あの高校の時って進学校で時々、まあ、同窓会やるんだけれども、うん、割と均質で面白くないんですよ。面白くないっていうか、みんな 100% 進学率 100% みたいな公立高校ですから、うんうん、まあ、全員大学行っちゃったりなんかしてて、うんうん、そんなに変わった人生歩んでないよなっていう均質で、変わった人生歩んでるのはやっぱり実家引き継いで着物をやった柿沼くんぐらいでですね、まあ、変わった人生とも言えないですよね。そうですよ、うち。ところがやっぱね、公立中学校の卒業生となると、うん、バラエティに富んでるんですよ。そうですか。消息不明のやつの話なんかむっちゃ面白いんですよ。いや、それ面白い。だいたい話面白いよね。消息不明です。何してるか。あいつどうしたって言ったら、ああしてこうしてそうして、最後に見かけたのは、あそこの埼玉県の駅前のなんとかのショッピングアーケードの中でサングラス売ってたとかっていうのが最後の目撃証言だったりなんかして、その後どうなったんだあいつみたいな、はいはい。結構バラエティに富んでるんで、面白かったりするんでありますが、うん、その時にですね、ああそうか、実は今日ですね、ズームオンのニュースの1項目目に挙げてるんですけども、ズームオンのニュースの1項目目って、はいはい、フラッシュの、いやフラッシュじゃなくてズームオンで、多分ねこれいつもやらない4時台じゃなくて3時台のズームオンってのがあるんですね。地方公務員の採用倍率、そうなんです、地方公務員の採用倍率が、うん、過去最低になりましたと。そうです、そうです、過去最低になったということは、要するにあまり人気がないっていうことと、ね、まあ同時に子どもさん自体が減ってますから、採用倍率だって当然減っていくんですが、うんうん、だからまあどっちの影響が大きいのかちょっと微妙なところではありますが、まあ昔に比べて公務員の採用倍率はそんなに高くないんですけども、うん、いや、んでこの人生のこう客観的に見てですよ、うん、客観的に見てみんながこうわーっと話してるのを私はもう傍観者で聞いてるだけなんですけど、経済的にだから人生の勝ち組とか負け組とか何が勝ちか負けかなんか分かんないわけですよ、はいはい、だけど少なくとも私ぐらいの60代後半ぐらいになった時に、うん、とにかくご飯が普通に食べられてますという意味においてそれを人生の勝ち組と定義したとすると、うん、やっぱりね、元公務員圧倒的に有利ですよ。そうですか。それはもうね、一目瞭然。ああ、やっぱ元公務員強いわと。安定してますか。その上ですよ、はい、彼らがみんな行く動画に言うんですけど、はい、いやー俺らが市役所に入った時には採用試験が楽でさ簡単に入れたんだよね聞いたら、はい、まあ、今もそうなのかどうか分かりませんけれども、高卒資格で市役所に入るのはすごく簡単だったんですって。ところが同じ市役所でも大卒で入ろうと思うとめっちゃ難しくて、だから結構ね、何十年か前に大問題になったんですが、大卒なんだけども大卒だと入れてもらえないから、うん、大卒なんだけれどもそれを隠して高卒資格の採用試験を受けて受かって、30年ぐらい働いててもう50歳ぐらいになってる段階で、うん、実は大卒だったということがバレて、クビになった人が何人かいるんです。当時大問題になってですね、そうなんですか、私なんかそのニュースを伝える側で正直、いや30年も働いてて今更あの役所に入るときに大卒資格をごまかして高卒で入ってたからと言って、うん、それで30年も経ってクビにすんのはいくらなんでもかわいそうじゃないのかっていう、ね、だって高校もちゃんと卒業してるわけですし、私はそういう発言をテレビでした記憶があるんですが、はいはい、でも結局どうにもならずに救済されずに、そうなんだ、
だから高卒よりも大卒の方が同じ市役所入るときに採用試験むっちゃ難しいっていうのもあって、だからさっきね、ズームオンの絶対やらない3時台の1項目目で、絶対やらないのはただオープニングが長すぎたりするからですよね、いつもね。オーマイガー、そういうことか。そういうことなんですけど、今日オープニングでどうしても話さなきゃいけないことが一つあったんです。何でしょうか。再三申し上げてるように、とにかく食べ物は送らないでくださいと申し上げてるのに、また来ましたよ。まあ、ありがたいことですけどね。また来ましたよ、これ。どうしたもんかな。北海道ミルクキャラメルクリーム。はい。はい、北海道で、アルゼンチン牧場ミルク工房というのをやってらっしゃる。これ昔ね、私がこの番組を、この時間帯でやるようになってほどなく、はい、瓶詰めが届いたことがあって、私それ結構好きで家で食べてたんですが、まあ、今度ね、瓶詰めじゃなくてパウチ入りね、便利そうですね、これね。なんていうのかな、まあ、簡単に言うとクーリッシュのアイスクリームみたいな感じですか。ついつい吸えそうな感じですけど、吸っちゃダメですけどね、これは。どうやらですね、はい、どうやら国内最大級の食の商談展示会というのが、いろんな展示会があるもんだな、幕張メッセで行われるようで、そこに出展者数2100社、団体3700以上で、食品流通業界に最新情報を発信する国内最大級の食の商談展示会っていうのがあって、だ全国でそういう食品を作ってらっしゃる方が幕張メッセに一堂に会して、うん、だからちょっとうちのこの商品扱ってくださいよみたいな商談をされるんだろうと思いますけど、これいつ2月の14日から16日ぐらいですか。あ、まあ、ご興味ある方は、そうですね、今適当なこと言いました。2月20日から2月22日ち違うな、なんかよくわかんない。あ、2月14日から15、16ですね。じゃあ今ということですね。え、今日あ2月ね、2月、来月です、来月1ヶ月後今月今夜のこの月そういえば金色夜叉っていうのがありましてね、はい、あ、いかん、話飛びすぎだ、話がね、まっちこっち行きすぎですね。今月今夜のこの月をまで言い出した日には収集がつかなくなってくるということで、何が申し上げたいかというと、はい、番組開始当時に送っていただいた方が、まあ、新製品出された方、まあ、出されたということでまた送ってこられたんですが、どうもありがとうございます、ありがとうございます、うん、ですけども、はい、これはですね、お気遣いなく、賞味期限は今年の12月28日までいけてますから、まあ、うんうん、大丈夫なんですけどもとにかく食品を私に送るのはやめてください。あ、はい、お願いです、ね、私医者にいろいろ止められてるものもありますので、うん、ただもらうとねダメなんですよ、私結構義理がたいですから、まあ、だから医者に隠れて食べちゃうんですね、これ命にかかります、気遣いなくですからね、本当に辛坊さん、はい、ほっといてあげても大丈夫ですから。この番組始まる前にですね、アトム君が栃木の新しいイチゴができましたって、おいしかったですね、栃木ってとちおとめかって言ったら、なんか違う名前言ってたよね、忘れちゃったけど、とちあいか、俺がまあ美味しかったのはいいんだけどさ、ダーンと置くもんだから、気がついたら口の中に6つぐらい掘り込んでて、ふっと我に返って、あ、これダメなんじゃないか。まあ、とにかく出演者に餌を与えないでください。そういうことですね、ありがとうございます、はい、お気持ちだけで結構です、はい、それだけでありがたいです、はい、よかったらね、その代わりにメールなどお寄せいただければね、大変助かります。いやいやいや、やっぱり金塊か私の本でしょ、まあ、本は買っていただくことに、ね、ありがとうございます、しまして、ね、はい、はい、ズームそこまで言うか、この後はお知らせ、今の言い方、番組終わりそうな言い方でした。なんでここまでの放送はって思わず言いそうになったでしょ今。言いますよ、まだまだ始まってから、いやでももうほら15分近く経っちゃってるんですから、おかしいなこの後ズームフラッシュをね、別に東急ハンズがニトリになってたってどうでもいいだろそんなことは本当ですよ、聞かなきゃよかったかも、今週末から今日にかけてのニュースチェックします。で、辛坊さんがちゃんと独自の視点でニュースを解説するコーナーもあるんですよ、特集コーナーズームオン。4時台では台湾総統選挙で民進党の頼清徳さんが勝利、今後の台湾と中国の行方につきまして産経新聞台北支局長の八板昭雄さんにお話を伺います。で、5時台は自民党の政治刷新本部、安倍派のメンバー10人中9人に裏金疑惑というニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。そしてエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト、今日は月曜日なので5分延長ですから5時29分頃にお送りすることになると思いますが、あなたが選んだ1曲をお届けいたします。今日のお題は
池袋サンシャイン通りが若い人でいっぱいだった時に聞きたい曲。池袋サンシャイン通りが若い人でいっぱいだった時に聞きたい曲。あれこれ考えてね、選曲の理由も書いて送ってください。メールは zoom@1242.com。 X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。では続いてこの時間はガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメ .com 総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。東京株式市場日経平均株価は先週末の金曜日と比べて324円68銭高い35,901円79銭で取引を終えました。またトピックスにつきましては金曜日と比べて 30.37 ポイント高い 2524.60 で取引を終えています。円相場は1ドル145円20銭付近で取引されています。東京市場の円相場は弱含みの展開となりました。実需のドル買い観測や日本株の上昇を意識した円売りから午後には145円29銭前後へ下落しています。海外市場では注目される経済指標の発表が予定されていません。また今夜は米国が祝日で株式債券市場が休場となっています。そのためニューヨーク市場では取引が閑散となり、円は対ドルで方向感のない展開となりそうです。以上、株と為替の情報をお伝えしました。はい、上原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で、東京地検特捜部がいわゆる安倍派の5人衆や事務総長を経験した幹部議員の立件を見送る方向で検討していることが13日分かりました。派閥の会計責任者との共謀を問うのは難しいと見ている模様です。日大のドンと言われた日本大学の元理事長田中英寿さんが亡くなったことが13日分かりました。77歳でした。アメリカ軍が13日イエメンの新イラン武装組織フーシ派のレーダー基地を攻撃したと発表しました。アメリカ軍とイギリス軍は12日にもフーシ派の支配地域を攻撃しており、報復の連鎖が懸念されています。岸田総理大臣が昨日能登半島地震の被災地石川県を初めて視察しました。被災者の生活再建に向け、新たに1000億円を超える支出を決めるとしたほか、復旧工事を国が代行できるよう、非常災害への指定を急ぐ方針を明らかにしています。アメリカのオバマ政権やブッシュ政権の元高官らが14日、台湾を訪問しました。総統選挙の結果を踏まえ、15日に政界の要人らと面会し、中国と台湾の平和と安定について意見交換する見通しです。アメリカ大統領選挙の幕開けとなる共和党の候補指名争いが日本時間の明日アイオワ州の党員集会を皮切りに始まる中、各候補が14日精力的に集会を開催しました。最新情勢ではトランプ氏が支持率で大きなリードを維持しており、アメリカのメディアはどれだけ差をつけて勝利するかに注目しているということです。 JAXA が開発した小型探査機スリムが20日月面着陸に挑戦します。成功すれば旧ソ連、アメリカ、中国、インドに続き世界で5カ国目となります。アメリカ大統領選挙、いよいよ本選は今年の秋深まった頃なんですが、夏までにですね、共和党そして民主党、日本と違ってですね、選挙制度自体がこの民主党と共和党の二大政党というのを前提に出来上がっているところがあって、それぞれの政党のプライベートなイベントっちゃいいプライベートなイベントなんだけれども、そのやり方であるとかなんとかが
結構、まあ、国の制度として定められているようなところがあって、でこれから夏に向かって共和党と民主党それぞれの大統領と副大統領のパッケージが決まっていくわけですが、はい、共和党に関して言うとほぼ間違いなくトランプ大統領が死なない限りは最後に残りそうですね。だから、まあまあ、そのトランプ大統領を共和党の候補者に選ぶプロセスが今開始されているわけですけれども、これ民主党に関しても民主党はやっぱり最終的に現職ということで落ち着きますから、だから今年の秋深まった頃の大統領選挙の顔ぶれは今のところよほどのハプニングがない限り、バイデン対トランプという2人で決まりになりそう。なんとも、まあ、私アメリカ人じゃないから別にいいんだけど、いいのか世界はこれでと、ね、日本にも、ね、影響はあるでしょうし、はい、ものすごい影響大きいですよ。思わんでもないですね、はい、ただまあ日本の政治状況もあんまり偉そうなこと言えないのは冒頭のニュースですけども、例のキックバック問題ですね。これがまあ検察のリークで一斉に報道が始まってガーッと去年の年末盛り上がって、はい、で今ある意味検察は収束に向けての動きを明らかに始めてて、で今回ですね、要するに検察のリークを見てると、つまり新聞報道は検察のリークで出来上がってますから、どこまで行って何をやるつもりかというのがもう本当に手に取るように読めるっていうか、だからものすごいうがった見方を逆にするのはですね、これ要するに、まあ、安倍派のキックバック問題なんだけど、安倍派の5人衆とか6人衆とかっていうことに関する限りは、先週末あたりの検察リークの報道で、まあ、多分ここには捜査の手は及ばないと、でじゃあ安倍派で逮捕されてる一人、あの池田議員逮捕されました、はいはい、でそれ以外はどうなのかというと、4000万円以上のキックバックを受けていた議員があと2人いるんですけども、はい、うん、この2人に関して言うと最終的にですね、在宅で略式起訴で、この3人立件して終わりと、でこの逮捕、あ時間が、あいかん、こっから佳境なのに、そんな10秒ぐらいならあるんですけど、ね、あだいたいね、オープニングでどうでもいい話しすぎるんだよどなたですか、まあ、ちょっと機会があったら喋って、あこの話はね今週またする機会絶対あります、はい、ぜひぜひ、じゃお願いいたします。ズームフラッシュでした。1月15日月曜日、時刻はたった今午後4時4分になったところです。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか、今日もご意見どうもありがとうございます。皆さんありがとうございます。まず板橋区の男性60歳の方ですが、はい、ビッグカメラの新しいテーマ曲が歌えないさんですね歌えませんか。そうですね、うん、前の曲はあのタンタンタヌキで単純でしたけど、うん、で今回の新しい曲はタンタンタヌキにそっくりなんですけど微妙に違うんですね。ちょっと違って、ね、で最後 のビッグ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 カメラ、うんうん、何もここでビッグカメラの宣伝することないから、まあ、そういうラジオネームの方、まあ、あそこだけ同じなんですね。はい、はい、でサンシャイン通りのお話ですが、東急ハンズ跡地のニトリは池袋の東武デパートの6階に入っていました。へえ、そうなんだ、うん、東急ハンズ、じゃあ西口から東口に移ってきたんだなってことですかね、うん、東急ハンズ閉店後現在の地に移ってきましたということです。で今東武デパートの6階にはダイソーが入っています。あ今風だ ねこのダイソーはあまりにも広くて欲しいものを見つけるのがとても難しいですと書いてますね。で池袋駅西口の丸井が閉店して今新しいビルを建てているのはご存知ですか。知らない。来年末に完成だそうです。昔は池袋の、まあ、東武川西口から南口とか、ね、はい、北口とかあの辺よく行きましたけど、うん、行かなくなっちゃっただな。でも結構なんとか芸術劇場とかあっちがあるんですよね、はい、東武側ね、ありますからね、お芝居見に行ったりとかね、池袋の周辺もちょっとずつ表情が変わりつつあります。それから大阪府のガンガンさん46歳女性の方は、土曜日曜と長男高校3年生が共通テストを受けてきました。そうですね、昨日おととい共通テスト、そうそう、本当に皆さんご苦労様でした、うん、報道などでもあるように英語がかなり語彙数が増え難しくなったようで苦戦して帰ってきました。ね、ね、増えてるんですね、はい、で国立志望なのでここからが本番なんですが、国立の中で、公募推薦なども増える中、受験勉強の負担増になる共通テストって何のためにあるんだろうかとふと思いました。
強化によっては難易度にばらつきがあり、選択科目の戦略立てが必要になるようなテストはやめて、志望大学一発試験の方が受験生の負担が減るのではというようなことを感じました。そうですね、昔は一発勝負でしたからね。そうですよね、ところが今まあ高校受験なんかもそうですけども、うん、内申書重視になってね、うん、私はねあれ割と個人的には嫌いですね。内申書重視になるとどうしたってね先生の顔色を伺ったりなんかしてですね、私の感覚で言うとなんか生徒学生をこう押さえつける道具みたいなものに内申書が使われかねないという危惧があるものですから、私は個人的に一発勝負のが好きですけどね、うん、まあ、でも学生側にとってもその受験しなくても推薦で入れるっていう、そうなんです、受験の選択肢が増えたっていうことでね、栄養入試っつうんですか、入りますね、むっちゃ入試なしで入っている、あ、そういえば井田君もそう言ってたな、言ってましたね、そうだからいろんな、ね、受け方が今増えてるんですよね。ただ国立の場合は、ね、こういうあのお考えもあるようでね、まあ、そうですね、うん、私なんか一発勝負の方がだけど、まあ、その当日風邪ひいたりとかね、いろんなことがありますからね、まあね、そうですね、シンプルですけどね、その方がね、はい、まあ、でもいずれにしてもね、このガンガンさんのお子さんはまだこれから勝負ですからね、頑張ってください、うん、頑張ってください、はい、風邪ひかないようにね。さあ、まだまだあなたからのご意見をお待ちしておりますので、メールで送ってくださる方、 zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いいたします。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、池袋サンシャイン通りが若い人でいっぱいだった時に聞きたい曲ということで、辛坊さんの実感からねこのお題になりましたけれども、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は台湾総統選挙で民進党の頼清徳さんが勝利、今後の台湾と中国の行方についてズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。注目の台湾総統選挙、民進党の頼清徳候補が勝利。台湾総統選挙が13日に投開票され、中国との統一を明確に拒否する与党民進党の頼清徳さんが初当選しました。中国は頼清徳さんを独立派とみなしていることから、経済や軍事面での圧力を一層強めるとみられていますが、今後の台湾と中国の行方はどうなっていくのでしょうか。この時間は産経新聞台北支局長の八板昭雄さんにお話を伺います。現地の台湾と電話がつながっています。八板さん、お忙しいとこすいません。あ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。八板さんは台北支局長で、はい、いつから台北にいらっしゃるんですか。いや、私は4年前ですね、2020年、ちょうど蔡英文が、2期目に当選した時なんですね。ああ、4年間、じゃあ台湾にいらっしゃって、で、今回、まあ、総統選挙で、はい、まあ、台湾の総統って、こう、選挙で選ばれるようになってから、大体、2期8年が最長で、まあ、政権交代するのがパターンなんですが、今回、これで、民進党の政権が、あと4年やると12年続くことになりますよね。これかなり異例ですね。そうですね。いろんなケースがあるんですけど、ただ、今回は相当厳しい戦いでして、もしですね、今回選挙に出馬したのが、与党の頼清徳さんと、まあ、野党がですね、2つあって、その第一野党、中国国民党の高陽義さんと、はいはい、第二野党の葛振実さんなんですけど、ええ、ずっとその選挙でね、選挙中に一本化すると、この野党2候補がですね、はいはい、で結局、一本化、一旦合意したんですよ、ええ、でそしたら、支持者の反発が強くて、ええ、でまた破談になったんですね、結局、それぞれ出て、水止めに戦いになったんですね、結果見れば、頼清徳は勝ったとはいえ、4割の票しか取れてないと、はいはい、でこの野党2つの野党がもし一本化実現してたらですね、ええ、多分政権交代していた可能性もかなりあると考えます。
これね、野党が一本化してたらという話なんですが、野党の2人って中国国民党の候補と、それから台湾民衆党の候補と、どうなんですか、この中国国民党と台湾民衆党っていうのは、政治的スタンスでいうと、かなり近いんですか？どっちかというとですね、台湾で、いわゆる、もう、台湾の親米派と親中派と、もう両国さんの分けるとすると、はい、この頼清徳さんは親米派、はい、この江陽義さんは親中派、はい、でこの柯文哲さん、第二野党はちょうど真ん中にあるんですよね。あで、出て引いてやるわけです。だから合意できても全然おかしくないわけです、ね。なるほど。それで言うとね、結局総統選は民進党の頼清徳さんが得票率 40% とは言いながら、3人のうちでトップで当選されたわけで、はい、同時に行われた、はい、日本でいうところの国会議員選挙に相当するものでいうと、この民進党は過半数割れちゃったんですよね、はい、そうすると政権維持するためには、法案通すためには自分の党だけではダメなわけで、どうなんですかね、それでも連立組まずに民進党だけで少数与党でやっていくのか、あるいはその今中間とおっしゃいました台湾民衆党の議席を入れて過半数 を獲得しに行くのか、どんな政権運営になりそうですか？いや、それは多分これから交渉になると思うんですね、民進党としては当然、要するに全ての法案が通らないわけですからね、過半数を得ないとですね、はいはいはい、だからそういう意味で当然この真ん中にある民主党と提携したいという気持ちはあると思うんですけど、ただこの、今台湾の議席っていうのは全部で113なんですよ、国会議員は、はいはいはい、で民主党、民進党与党がですね51、で最大野党が53、はい、国民党ですね、はいはい、で真ん中のこの台湾民主党は8人しかいないんですよね、はいはいはい、この8人しかいないんだけど最も重要な8人なんですね。だからこの8人が民進党与党と組めば与党が59になるわけですから、過半数は57ですよね、でそういう意味でいけるんですけど、ただこれから条件闘争になると思うんですね。じゃあどういうポストをね分け渡すのかと、ということになりますし、あとですね、民進党、台湾民主党の柯文哲さんをね、今与党批判をかなり選挙期間中でやってましたから、はい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 、いきなりですね連立政権でなると多分支持者も納得しないと思うから、多分法案ごとにですね、出て引きだと、この法案で協力すると、でこの法案はダメだみたいな感じになっていくと、そうなるともう一歩一歩がですね前進が難しくなるんで、もう頼清徳さんにとっては厳しい政権運営になると思います。そうですね。で、一応相当的には親米の今までの蔡英文さんのやり方を引き継ぐ人が相当になったとは言いながら、国会が少数与党の運営を強いられるということになると、ぶっちゃけ台湾は大丈夫かと素朴に思うんですが、大丈夫ですか？いやー、相当厳しいと思いますよね。その例えがどうかわかんないですけど、アメリカとか日本っていうのは、同盟国で、自由と民主主義を、陣営にいるわけですから、だから台湾ですね、親中派の政権がなるのか、親米の政権になるのかっていうのは、結構、友達が敵がっていうのは、の分かれ目なんですよね。で、それが親米派になって友達になったと、これよかったよかったってことになるんですけど、ただ国会の過半数を持ってない友達っていうのは、あんまり役に立たない友達なんですよね。協力してもらうときに何もできない可能性もあるので、そういう意味で、結構厳しいかなというふうに思いますね。今回どうですか、ずっとその台湾で選挙期間中取材をしてらっしゃって、中国の選挙に対する介入みたいなものを感じることありました？やっぱりかなりありますよね。特に、中国で TikTok っていうのね、短い動画を出すソフトがあるんですけども、はい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 、それがですね、もう台湾の若者みんな使ってるんですよね、台湾の人口で全部2300万人いるんですが、この TikTok を使ってる人が約500万人いるんですよね。で基本的に年齢が30歳以下なんですね、でその人たちが、ほとんどこの柯文哲いわゆる投票してるわけですね、
というのは、カプンゲツはこの TikTok の、まあ、いわゆる登録者数、ファンはですね、100万人いるんですよ。ほうほう。で、台湾のすべての政治家の、他の政治家の合計より多いんですよね。だから、このカプンゲツが、TikTok をやるんですけど、TikTok の中で民進党批判のメッセージが、要するに民進党が汚職腐敗しているとか、民進党が、なんか治安、今台湾の治安が悪いとか、はい、経済が悪いとか、そういうマイナス情報、今の、まあ、いわゆる政権与党を批判する情報ばっかり流されてですね、かなり、厳しいと思いますね。ただね、今経済悪いみたいな話が一言ありましたけれども、統計見てると、蔡英文さんの8年間の間に台湾って GDP が 1.3 倍にもなってるし、まあ、日本平均賃金でいうと日本を超えてるはずだし、そんなに悪くないんじゃないのかなと、こう日本から見てると思うんですが、台湾にいらっしゃって実感はどうですか？いや、これがですね、まさにその、まあ、若者たちが政治に対する不満の、まあ、原因なんですけども、台湾がですね、非常に伸びているのは半導体なんですね。だから半導体ね、TSMC とか、はいはい、そういう IT 関係の人が、もう収入は、はっきり言って、まあ、大学の新卒の初任給は、もう日本よりずっといいんですよね。で、30代、40代すると、もうかなり年収1000万、2000万、日本円にするとですね、はいはい、超えるなんですよね。ただ、一方、その半導体産業と関係ない人たち、その人たちが、まあ、生活、要するに、まあ、最近、世界的にインフレがあるわけですから、はい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 、まあ、物価が住宅も非常に高くなっていて、若者がですね、IT 産業以外の若者も住宅をとても手が出ないぐらい金額になってしまったんですね。でそこで、民進党政権が我々は経済成長させたと。で、一人当たりの平均 GDP が、日本と韓国を超えたんですよ、歴史上初めて。だから、どうだ、私たちのね、政権はいいだろうっていうふうに言ってたんだけど、それが大半の人たちが実感がないって、むしろ、なんか、その相対的に自分が貧乏になってきて感じるわけですね。それが結局、まあ、やっぱり IT 産業とか半導体に関わる人は少ないわけですからね。だから、ほかの人たちがその不満が高まってですね、まあ、与党に投票しなかったという原因の一つだと考え方です。よくわかります。ちなみにちょっと教えてもらいたいんですが、台北で、アパートを借りようと思うと今いくらぐらいするんですかね？いや、それはですね、金額には、まあ、場所とかいろいろあるんですけど、いや、それはそうだ、それはそうだ。例えばですね、今回台湾で話題になってるのがですね、はい、台北郊外にある山の上の大学の寮が、はい、あってですね、それは大体、平米数で言うと、まあ、17、8平米なんですよ。これ全然不便なところで、山の奥ですね。はいはい、それが、家賃が日本円にすると8万円ぐらいなんですね。で、それは なぜが話題がなったかというと、この持ち主が国民党の候補者だったんですね。国民党の総統候補者が、その寮のオーナーなんですよ。はいはい、だから、高いという話は、与党が批判されて、他の外部が批判されてね、いや、これが相場だと。これ市場経済だと。この値段をつけても、借りる人いるんだから、いいんじゃないかみたいな、そういう話になっていて、はい、でそれ聞いたときにですね、まあ、台北の郊外の山の上にね、はい、ある学生寮が、その十数平米でね、8万円っていうのは、やっぱり日本でも高いかなっていう感じですね。いや、そうですね。はい、台湾の不動産って結構大変なことになってますね、してみるとね。まあ、そうですね、はい、さて今回台湾で、まあ、相当、まあ、国会議会、まあ、議会の選挙は一旦置いといて、相当としては今までの蔡英文の親米路線を受け継ぐ頼清徳さんがなったわけで、どうなんですか、アメリカとの関係っていうのは今までと変わらない感じなんですかね、それとも頼清徳さんって今までの蔡英文さんより以上にやっぱり独立志向が強いというふうに言われてますから、若干そのあたり対中国との関係は変わってくるのか、このあたりどう見てます？まあ、蔡英文さんっていうのはもうそもそも、まあ、学者出身なんですよね、はいはい、で
どっちかというと蔡英文さんで李登輝さんの側近だったんですよね、李登輝さんっていうのは国民党の人だったんですよ。はいはい、そうですね。で、国民党っていうふうに、まあ、国民党っていう反独立の政党なんですね、だから国民党の中の、まあ関係して、蔡英文さんでもともと李登輝の下にいて、まあ、いわゆる、まあ、国民党で反統一、反独立的な立場だったんですね。はいはいはい。で、まあ、その後、まあ、いろんな紆余曲折あって、で、民進党に入って、民進党のトップになって、で、8年間総統ね、民進党の総統になったんですけども、はいはい、だから、彼女の口から一度も台湾独立って言ったことがないんですよね。だそういう意味で、まあ、彼女が使うスタッフたちも、ほとんど、まあ、もともと、まあ、国民党から来た人で、いわゆるバリバリの台湾独立運動家っていうのは、ほとんど使わなかったんですね。はいはい。でも、来世族っていうのは若い時から台湾独立運動に入って、で、もう台湾独立のプリンスと言われた人なんですね。はいはい。で、今回は、まあ、民進党内のね、この独立派と、まあ、穏健派の、政権交代ですね、来世族さんだったんですね。だから最もアメリカも中国も警戒しているのは、彼が、まあ、総統になったら独立無線をね、打ち出すんじゃないかということなんですけども、はい、で、だからそれを払拭するために、選挙期間中に、いや、台湾独立しませんとか、蔡英文無線の継承ってずっと言うわけですよね。ただ、その政治家っていうのは、口で言ってることが本当にやることが本当に一致するかどうかって結構、まあ、一致しない人も多いわけじゃないですか、はいはい、で大政党の周りが台湾独立派が多くて、でもうどう自分たちの時代が来たんだというふうにね、思う人が多いんですよね、はい、だからそういう意味でアメリカも心配しているわけですね。だからアメリカが考える最大の、望んでるのは台湾の現状維持なわけですね、口で言わないんだけど、例えばその人事でね、台湾の独立派をたくさん登用して、でその 人たちが暴走したりとかね、発言して中国を刺激して台湾海峡の軍事的緊張を作るんじゃないかなということでですね、やっぱり中国もアメリカも、まあ、見極めているところであります。なるほど。私たちの最大の関心は、これから4年間続くであろう来世徳政権下において、もし来世徳総統が台湾独立を、まあ、はっきりと目指さなくてもそっち方向に舵を切ったと思っ、世界が思った瞬間に中国は軍事介入するリスクがものすごく高まるわけで、アメリカもそれはしてほしくないと。その構図はよくわかるんですけども、これから4年間の間に、はい、その、はい、まあ、ある意味、来世徳が一線を越える形で、それに中国が反応する形で、中国と台湾との間の先端が開かれるみたいなリスクは、さあ、どのくらいを見てます？いや、来世徳が台湾独立に向かうかどうかっていうのは、実は関係なく、まあ、中国が習近平の気持ち一つでね、習近平はですね、別に台湾独立だから、武道を侵攻するだろう、それ口実しか過ぎないんですよね。だから、なくても何か口実を考えて、もし彼が準備が整ってですね、できるようになれば、攻撃するわけですよね。で、あくまでもね、この習近平が台湾を攻略する、攻撃するときの判断基準っていうのは、自動独立かどうか関係なく、例えば台湾と国際社会の連携がどれだけ緊密かなのかと。中国が台湾をね、攻めたときに、確実にアメリカが介入しないとか、日本は介入しないって分かったときは、ええ、台湾は関係、統一派がトップになってても、中国攻めてくると思うんですよね。だから、そこで、まあ、アメリカとしては、でも、この外政徳、なんか中国に口実を与えてしまうと、台湾を支援しにくくなるところがあるんですね。もう何にもしなくて、無実で、中国が攻めてきた、それこそ、まあ、その一方的な現状変更として、国際社会は台湾を支援しやすくなるんだけど、台湾もそれなりの動きがした場合、それでたまたま中国を攻めてきたと、台湾が悪いということになりかねないから、そういう意味でちょっと、まあ、警戒しているというか、その辺を気にしているような感じがありますよね。
まあ、おっしゃる構図はよくわかりますが、その上で、その上で、これはもう個人的な意見で、大丈夫なんですけども、八重田さんの個人的意見で、4年間の間に何かありますかね。いや、これはですね、今のところはあんまりないと思いますね。はい、というのは、最近のニュースで、まあ多分みんな知ってると思うんですけど、中国で今、軍がカタカタなんですよね。はあ、軍の、例えばロケット部隊の幹部たち、将軍が十数人が今、罷免されているわけですよ。はあ、で、国防省、軍の、いわゆる国防部長ですね、それも、失脚したわけですよね。ああ、で、その中でですね、いわゆる習近平と軍の関係、今政権が結構不安定な状況にあるんですよね、中国は。だからロケット軍の人事を習近平がいじったばっかりで、海軍と空軍出身の人をロケット軍にのトップに据えているわけですよ、2人。はい、で、それって、どこの国の軍にもほぼありえないことですよ。例えば日本のね、陸上自衛隊のトップが、空軍出身と海軍出身の人を持ってくると、それ多分猛反発があるわけでしょ。はいはいはい。だから、それだけロケット軍がもうガタガタになっている中で、だから、要するに台湾を侵攻するに、もう第一原はいわゆるミサイル部隊なんですね。ロケット軍ってミサイル部隊ですから。それが多分ね、そういうとこじゃないと思うんですよね。なるほど。だから習近平が11月に、去年11月にアメリカを訪問したときに、バイデン大統領と、まあ、2027年と2035年に台湾を侵攻する計画は私は知らないという話をしたんで、多分当分ないと思います。ただ、台湾の場合はなんかすごい隙を見せたとかね、台湾ですごい、なんか例えば、アメリカなんかその国際社会を絶対台湾を助けないとか、台湾の中でね、この親中の人たちが暴れて、台湾が無政府状態とになった場合は、そのような国難があれば、当然、隙あれば中国に行きますけど、はいはいはい、それがなければ、うん、私はそんな高くないと考えます。なるほどね、なるほど。いや、大変よくわかりました。八重田さんってどのぐらいのペースで日本に帰ってらっしゃるんですか。結構帰ってらっしゃる。いや、僕年に1回か2回ぐらいですよ。年に1回か2回ぐらいですか。私ね、去年のちょうど1年前に台湾行ったんですけども、台湾も日本から行っても結構物価が高くなってきて大変だなと思うんですが、駐在員生活も大変でしょう。はい、そうですね、円安なんで都会員は大変なんですよ。今度また東京にいらっしゃるお戻り のタイミングでもありましたら、はい、ぜひスタジオにお遊びにいらしてください。わかりました、はい、ありがとうございました。とてもよくわかりました。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。産経新聞台北支局長の八重田昭雄さんでした。1月15日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は、池袋サンシャイン通りが若い人でいっぱいだった時に聞きたい曲です。まずはですね、神奈川県茅ヶ崎市55歳男性のバブルスさんはですね、ほうほう、池袋にサンシャイン60ができたとき、自分は小学生で、埼玉県の越谷市の小学校の屋上からサンシャイン60を見ると嬉しくなったことを、越谷から見えたんだ。ねえ、覚えています。埼玉県人にとっては池袋は憧れでした。池袋楽しかったな。歌詞に池袋が入っている椎名林檎さんの丸の内サディスティックをお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。中学校にいる時に池袋西部の上に遊園地があったんで、はい、そうでしたね、同級生とそこ遊びに行った話を先週土曜日にしてました。懐かしんで、はい、千葉県市原市のキララさんはですね、サンシャインといえばサンシャイン池崎さん、サンシャイン池崎さんのギャグはイエーで始まるので、この曲の出だしもイエーということで、そこですか。ウルフルズで万歳、好きでよかった、はい、いいかな。はい、元気出ますよね、この曲は。うん、そしてこちらはですね、ラジオネームシャコパンチさん、新宿区はですね、安室奈美恵さんの Your My Sunshine。 あ、サンシャインですもんね、うん、当時安室として若者のファッションブームを巻き起こしていた安室さんの文字通りサンシャインが入っている曲ですと。
そして34歳男性、砂混じりのたっちゃんさん、神奈川県茅ヶ崎市の方は、池袋若者と聞いてこの曲が浮かびました。サッツの忘却の空をリクエストします。なんで？これは2000年に放送されていた TOKIO の永瀬智也さん主演ドラマ池袋ウエストゲートパークの主題歌だったのでリクエストします。いろいろあるもんですね。なるほど、なるほど。そしてこちらの方ですね、はい、神奈川県横浜市、昭和は遠くなりにけりということで、若者がいっぱいいるというと60年代の学生運動が蘇ってくる、この72歳の方なんですけどね、蘇ってくる、あの時の女神的存在だったといえば藤恵子だった、駅の中がごった返したな、懐かしい。私よりちょっと上の方ですね、うん、女のブルース。へえ、皆さん本当にありがとうございます。ズームオンミュージックリクエスト、本日はウルフルズ万歳、好きでよかった。はい、ではエンディングにお届けいたしますのでお待ちになってください。そしてね、辛坊さん、はい、メールいただいてるんですが、長野県の北海道さん、18歳の男性の受験生のね、方からいただいています。 ありがとうございます。頑張ってください。僕も一昨日昨日と共通テストを受けてきました。ご苦労様です。辛坊さんと同じ早稲田大学を目指していて、共通テストで併願校に合格したかったのですが、少し難しいかもです。辛坊さんはこの時期どんな勉強してましたかと。私はこの時期ですね、うん、私鮮烈に覚えてるんですけども、もういろいろ諦めてて、何もすることないから、予備校の退任、その年で退任される歴史の先生の最終授業って記念授業があったんですよ。ぼーっと聞きに行ってて、ああ近現代で全く勉強してないとこだなと思いながら、1時間か1時間半か授業聞いてたんですよ、うん、入試の時にね、そっくりそのまま出たの、そこが。そういうことって私はね、試験問題見てゾクッとしましたよ。全くノーマークだった近現代で、その最終講義でその退任される歴史の先生が喋ってたことがそのまま出たんですよ。びっくりしましたね。だからあの時あの授業行ってなかったら、私は全然別の人生だった可能性はあります、ね、とにかく大切なのは最後までジタバタする、諦めない。最後までジタバタする、はいはい、むしろ諦めない方がいいです。もう直前までなんか読んでるぐらいの方が逆に精神衛生上いいですから。あ、そうか、ギリギリまでもうだからね、最後までジタバタしましょう、うんうん、できることは全部やる、悔いのないように、はい、そうしてください、ね、そうそう、弱気にならないでね、頑張ってくださいね。なんとかなるよ人生は。そうそう、俺もこの年になってつくづく思う、なんとかなるって。そうそう、なんとかなりますからね、頑張ってくださいよ。でもね、本当にそれにつきますよね、はい、頑張ってということで、ご意見は zoom@1242.com、 それから X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームまでお寄せください。お待ちしております。日本放送がお送りしている辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党の政治刷新本部、安倍派のメンバー10人中9人に裏金疑惑。政治資金パーティーをめぐる事件を受けて発足した自民党の政治刷新本部ですが、メンバーとして参加している安倍派の10人のうち9人に裏金貸していた疑惑が浮上しています。岸田総理大臣は週末記者団の取材に応じ、人選に問題はないとの認識を示すとともに、引き続きメンバーとして議論に参加させる考えを明かしています。まあ、去年の末からずっと問題になってたキックバック問題ですね。パーティー券を売ってノルマ以上のお金は一旦派閥に入れて、そこからまあキックバックで受け取っていて、で受け取った金をどこにもつけてなかったので、はい、まあ、完全に裏金貸してたよっていう話、まあ、それも含めてちょっとやっぱり最近、まあ、最近っていうか私の印象で言うと、もう何十年もこの政治と金の話題で出るたびにちょっとずつちょっとずつ小手先の改革だけを行って、また何十年か経つと、10年5年10年経つと別の疑惑が出てくるということの繰り返しなんで、もっともう二度とこういうことが出ないように、まあ、今回、自民党が政治刷新本部というのを作ったので、
ちょっと期待しようかなと思っていたら、これ私先週、これ今問題になってるのは政治刷新本部って確か38人あのメンバーがいるんだけど、はい、そのメンバーがメンバーの中10人中メンバー38人中10人が安倍派で、安倍派の10人のうちの9人がキックバック対象者だったと、でこれがあの表に出たのが先週末なんですが、これが表に出る前、はい、だから38人の政治刷新本部ができましたよという段階で、私先週の木曜日にローカルの番組に呼ばれていってですね、これについてのコメントを求められたんで、はい、あの厳しい言い方をするようだけど、この顔ぶれを見る限り、まあ嫌な言い方をすると泥棒に金庫の設計さすようなもんで、こんなもん機能するとはとてもこのメンバーでは思えないと。その段階ではまだこの、あの10人中9人にキックバックあったって話は出てなかったんですが、その翌日になってこの話が出て、ああまさにそうだなと自分で言って、誰も感心しなかったんだけど、自分で言ったことに自分で感心するというまさにだってさ、去年からあんだけキックバックが問題になって、政治と金の問題ちゃんとしようよということで政治刷新本部作って38人メンバーを選んで、その38人中10人が安倍派で10人中9人がキックバック金受け取ってたってんで、刷新できるかこんなもんねえって思ってしまいますよね。ちょっと冗談にしても面白くないよこの冗談はって、そういう感じですよね。でその上ですよ、あのもう一つ議論になってるのは、やっぱ派閥政治が問題なんじゃないのかというような話になって、じゃあ派閥政治なんとかするために、あの派閥の解消も含めた、そういうことも話し合おうというようなことが言われていたんだけども、この38人蓋開けてみたら、見事に自民党の全派閥から、本当ですね、はい、メンバーが選ばれてます。はいはい、派閥均衡型派閥均衡型派閥刷新会議ありえるかそんなもん、うん、ちょっと冗談にしても立ち悪すぎじゃねえかと、うん、つくづく思いますよね。大体ね、政治刷新本部みたいなものを作ろうか作る前が、あの今去年の暮れから問題になってることは明らかで、それ何かというと、あの政治献金に関して言うと、一団体5万円までが名前が出ない上限で、5万円超えると名前が出ちゃうよと、はい、だけどパーティー券に関してはあの合計で20万円まで OK みたいな話になってて、いやだったらみんなあのパーティーつったって実際はあの払い戻し率 90% とか 100% とか、別に料理も並んでないし、高級なお酒が出るわけでもなく、普通まあ私なんかがパーティー開くっつったら、まあ1万円の会費取ったら1万円分は最低飲み食いさせないと客は怒るじゃないですか。ところが政治資金集めのパーティーってまあ大体相場は2万円なんですが、2万円の会費を取っても多分1000円か2000円元取れるか取れないかみたいな、というかそもそもあの政治資金パーティーって政治家にお金を渡すためが目的だから、はい、パーティー券買ってもパーティー行かないのが大半の人ですよ。でもそれも承知の上で、2000人にパーティー券売りましたけども、会場となってるところのキャパはどう考えたってこれ300人も入らないだろうみたいな、で並んでる料理は100人分ぐらいだろう、まあ、それでも誰も文句言わないのは政治資金パーティーってそういうもんだろう、それって献金と同じだろうっていうところが、献金は5万円までの上限がね、名前が出ない上限があるのに、パーティーだと20万円はおかしくねえかと。やっぱり名前の出る、私なんかもう基本的にあの一人国民、赤ちゃんからお年寄りまで国民一人250円分の政党助成金を作りましょうっていう、もともとそんなもんなかったんだから、それができた段階で、それはやっぱり政治と金の問題で散々言われたんで、政治家が汚い金に手を出さずに、国民全員から250円ずつもらってるということを自覚して、国民全体のために政治をしてちょうだいねということで、その制度ができたのにもかかわらず、当時廃止しようという声はあったのに、企業団体献金を温存した挙句これだからね、はい、だから私は基本的にはもうそういうものは禁止すべきだと思うんだけど、5万歩譲って
企業団体研究を続けるにしても、うん、今のやっぱり上限20万円っていうのはあまりに大きすぎる、うんうん、でさらにもう一つ大きな問題があって、今回多くのキックバック受けた議員が言い逃れのために使ってるのが政治資金収支報告書、まあ、政治資金規正法第21条の2第2項っていうのがあるんですが、これに何が書いてあるかというと、はい、政党から政治家へのお金の移転に関しては自由であって、なおかつ受け取った側の個人はそれを何に使ったか明らかにしなくていいということで、歴代自民党幹事長なんか何十億ももらってたり、ね、受け取ったりなんかしてるわけですよ。で、今回もみんなキックバック受けた側が、いや、政治資金規正法第21条の2第2項の例外規定だと思ってましたって、うん、いやいやそれは政党からのお金であって、うんうんうん、今回派閥からのお金だからこの条文に該当しないんだけども、いやあの例の政党からのどこにも書かなくていいお金だと思ってましたってみんな言い逃れちゃってるわけで、じゃあこの政治資金規正法の第21条の 2項第2か、まあそれこの条文をとりあえずおかしいだろうと、はい、そもそもあのお金の出入りに関して言うと全部帳面につけた上で何に使ったか明らかにしろよっていうふうに制度改革するっていう、大体この2点変えただけで大きく変わるのに、政治刷新本部を作ってそこで何をするか話し合います、そうじゃなくてもうやらなきゃいけない方向性は決まってるだろうっていう、私はつくづく思うわけですよ。本当にね、この政治刷新本部の大体あの代表顧問みたいなのが2人いるんですが、はい、1人は、まあ、いわゆる無派閥と言われてるあの菅さんですが、もう1人は二階さんだからね、二階さんって今回のキックバックで訴状に上っている派閥のトップだから、はいはい、そうですよね、派閥のトップでキックバック問題で訴状に上ってる人間が最高顧問の代表は、ね、麻生さんだそうです。あ、俺今なんて言った、二階さん、あ、あ、二階、麻生さんを想像して二階さんとおっしゃったんですね。そうそうそう、二階さんと麻生さんと言い間違ってます、ごめんなさい、今の今二階さんと言った部分は全部麻生さんに置き換えてください、置き換えてください、失礼しました麻生さんです、その通りです、麻生さんです、麻生さんと菅さんが最高顧問ってさ、これ本気でなんかだって派閥解消とかまず無理だよなっていう話だし、うん、そうですよね、さっき言ったようにキックバック問題の根幹たる問題点をじゃああの改革できるのかというと、いわゆる派閥均衡型の10人中安倍派から参加している10人中9人がキックバックを受けてた人たちじゃ、それこそ泥棒に金庫の設計さすようなもんじゃないか、まあ、例えばあれですけどね、まあね、そうですね、はい、と私はつくづく思います。ちょっといい加減にしてくれよと、もうこうなったらね、あれだね、やっぱり有権者は怒りの一票を投じるしかないわけで、だけど怒りの一票を投じるにしたって誰に投じたらいいんだ、投じ先がね、投じ先がねえじゃねえかって話なんですけど、よし決めた、お、決めちゃいましたか、決めた、いよいよ飯田浩司に立候補さすぞいやいや、ちょっと言っといて、なんか飯田さんはほらあの日本放送の財産なんでね、彼は何にでもなれるからなあ、まあね、ええ、うん、野党の代表、あ、与党の代表、野党の代表、いろんな立場、柔軟性ありますからね、そうなんです、はい、まあ、何でもできるよ、冗談はさておきお時間ですので、ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのは市原氏キララさんからのリクエストです。ウルフルズ万歳、好きでよかった。ものすごいシンプルで分かりやすいストレートな曲ですね、うん、歌詞の曲ですね、本当にありがとうございました。ありがとうございました、いつもは30分までなんですが、今日は月曜日ということで月曜日は35分までと、はい、うん、もうあの、うん、私以外の人には常識らしいですけども、私はあれどうして30分過ぎてんじゃんみたいなこと、何人も何回何十回やってるんですか。そうですか。で月曜日はあのいつもとちょっと違いましてですね、構成作家の阿部ちゃんっていうのがですね、来週の予定というのを、あの慎吾さん時間5分延長ですから5分時間が余った時のためにあの、エンディングのネタ用に今週の予定出してきましたから、はい、毎年毎週言ってくれるんですが、親切にね、喋った試しがないんですけども今日は喋っちゃいますよ今週いろんなことがありましてね、今週皆さん20日の土曜日注目です。20日の土曜日、なんと20日の土曜日は、なんと1965年
日本航空が海外団体旅行 JAL パックを発売し、海外団体旅行がブームとなった日で、海外団体旅行の日だそうです。そうなんですか。JAL パック海外団体旅行の日ってこのくらいの年から1965年 JAL パック、ね、いやでも1965年にね、はい、海外旅行行く人はほとんどいなかったと思いますよ。そうでしょうね。私が初めて海外行ったのは1978年ですけども、うん、そのあたりでもね、だから1970年代にバックパッカーが一時期ちょっとブームになりましたけど、ただやっぱ80年代のバブル以降ですね、うん、まあ、まあ皆さんが海外旅行を割と来やすく気軽に行けるようになったのは、うん、最近またちょっと円安で揺り戻しっていうかですね、ちょっとね行きづらくなってますよ。この円安じゃいけねえ。今日もあの新聞に出てる海外旅行の広告なんか見てても、はい、ちょっとやっぱりコロナ前に比べると、うん、あれ倍じゃ効かないねこれっていう、なんか昔は良かったっていうふうに思っちゃいますよ。そうなんだ。から安いハワイ旅行とかガム旅行だから1万いくらとかであった時代ありますからね。ハワイでも3万ぐらいでありましたからね。今となっては夢のようですよね。夢のハワイに行きたいですねあれ辛坊さんはね行かれたじゃないですか。行かれたって過去のことじゃねえか。俺は今生きてんだよでしょ。さあお聞きの日本放送、この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさい。明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは軍事評論家の小泉悠さんです。台湾総統選について、さらに3月に迫ったロシアの大統領選で5期目を目指すプーチン氏の思惑など安全保障の面から伺うそうです。この午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは世界各地の辺境を取材するノンフィクション作家の高野秀幸さん。イラクの奥地で見た未知の世界にズームいたします。未知の世界ですか。未知ですよ。そうなんですよ。あのね、うん、自分で海外に行って、うん、あの妙なとこ行こうと思うと危険も伴いますし、お金もかかりますから、はい、行った人の話聞いたら、それね、これが一番です。想像力膨らまし、はい、明日皆さん、はい、未知の世界にご案内をいたします。ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。